完成した虹の灯台、こんな感じになりました。どうぞ。はい、どうでしょうか。かなり素敵な、なんかね、灯台になってるんじゃないでしょうか。いい感じだよね、結構。はい、どうもさん、こんにちは、リュウケンです。リュクラ2パート31やっていきましょう。まずは前回のリュクラ。前回は古代の瓦礫を求めてネザーでブランチマイニングをした。ウリボート制限時間を設けてがっつりホリホリ、結果三種の神器をネザーライト化させることができました。ってことで今回は虹の灯台作りをやっていきましょう。はい、なんぞそれって感じになってますけども、こちらですね、リュクラ島の、まあ、ちょっとね、小高い山みたいなのがここにねあるんですけど、ここにですね、まあ、島のね象徴となるこのね虹の灯台というものをね今回作っていきたいなと思います。このね、僕のねマイクラ実況シリーズですね、各あのシリーズごとにね虹シリーズっていうのをねやってまして、マイクラ実況シリーズの時はレインボータワー、リュクラの時は天空トラップタワー付きの新レインボータワーっていうものをね作りまして、今回ねリュクラ2ではね虹の灯台ということでね、ルリボくんはね虹色大好きなんでね、はい、やる気満々でございます。それでは早速いきましょう。さあ、ということでね、早速ね作っていきましょう。ここのね小山、これをね少し範囲を広げて、まあ、灯台がね置けるようにしたいと思います。削ろうかなとか思ったんだけど、まあ、削るよりちょっと高くした方が、まあ、見栄えもねいいかなと思ったんで、今ねウリボーが頑張ってね土を置いてます。いいね、大丈夫、今落ちたね。俺もなんか土欲しいんだけど、ある余裕ない、余裕ないらしいんで、俺も土持ってくるわ。うわ、土取って帰ってきたらもう暗いんだけど。さあ、ウリボくんどうですか。あ、いいね、あ、いい感じだ、いい感じ、めちゃめちゃ正方形だな。まあ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 、あ、寝てるわ。ちょっと先に寝ましょう。よし、こっからジャンプで行こう。行くぜ、ジャンピング、おやすみなさい。あいた、う、今絶対グキったわ。今足がグギになってね。あう、灯台のね範囲はねちょっと考えてて、範囲的にはねこんな感じだね。こっち5マス1マス下げの5マスみたいな、ちょっとね丸っぽい感じに作っていきたいと思います。さあ、ウリボー、じゃあここをねちょっと基準として、なんか自然な感じでよく落ちるな今日は、感じのね灯台やっていきましょう。よし、じゃあまずこのね骨ブロック、これをね使っていきましょう。でこれね向きがあって、よいしょ、こうやって置くとね、骨ブロックってこういう真っ白なんだけど、真上を見るとちょっと黒くなってんのね。このね向きに注意して置いていきましょう。基本的にこの黒いやつが上で、真ん中だけ開けて置く感じだ、こういう形だね。そう、合ってる、うん、それです。おい、オッケー、いい感じいい感じ。でね、ここの真ん中、ここにですね色ガラスをね置いてきます。まずは紫を置くで、青、空、黄緑、黄色、オレンジ、赤、こんな感じのね虹色になってれば OK ですね。いい感じじゃん、これだけで綺麗だわ。完成じゃないんだよ、早いんだよな、キーが。これじゃ全然灯台じゃないよね。このね骨ブロックでそこのね高さまで一回ね上がってきます。なんすかなんすか急にウリボーが降ってきたわウリボーそっちからやればよかったじゃんなんでこっち来ちゃった。あっという間夜だ。さあ、ウリボーどうする。このまま作業をやるか一回寝るか。飛んだ、うわ骨を置いて、しかも確実にダメージを。じゃあ、しかも近いところで、それ俺のベッドだよそれ。俺飛ぶか、じゃあ行くぜ。ほっ、うっ、今やばいかも、うっ、危ねえ。良いか、真似しちゃいけません案件で。でもこれ俺思うんだけどさ、普通にさ寝ないでさベッドに着地すればさ、これダメージ食らわないんじゃないのベッドって確かそのスライムみたいな感じでこう弾けるからダメージ食らわないんじゃねっていう声よりは。お、ほら、なんで早く言わないの。いや俺もね、なんかねジャンピングおやすみなさいをやって痛い思いするたびにね毎回思うんだけど、なんかね忘れちゃうんだよねよし、じゃあ作業に戻るぞ。そしたら今度はこれを1マス内側に入れて同じ感じのやつを作ります。そしたらまた同じ感じで紫から上に上げていきましょう。この骨独特の音なんか可愛いよね、コトンコトンみたいな、このコツコツ感いいな。そしてまた湧いてるわ、あの行商に。
OK、 こんな感じで2段目ができていれば OK ですね。といったところで、やべえなこの高さ、さすがに怖いな。俺はこの近場のそこに一回着地しようかな。はっ、うー痛い。フリーボーイで、うわめっちゃ地面にぶつかったけど大丈夫？あの高さだけど、今のベッドじゃなかったよね。次の段はですね、少し飾りを入れてからやります。飾りはこちら、クォーツのブロック、ネザーで希少価値の高いこのクォーツブロックなんですけども、これをね使ってきます。まずこれのねハーフをねいくつか作ります。であとは階段、階段をね使うんで、これも階段何個か。危ねえ危ねえ、ナイスリボー、リボーナイス。柵、柵ね。もうね、俺毎回忘れるんだよね。なんかこう、何かしら材料を忘れるっていう。さあ、ここまで来たらですね、これ一段上に上げて、ここにですね、ハーフブロックを置きます。ちなみにこれ、なぜハーフを使うかというと、いつもの通り、節約でございます。でね、ウリボー、ここまで来たら、このハーフの外側、こっち側から、この階段をね、こういう感じで、逆さ階段でね、こうつけてきます。ウリボー、できるかな？ここのね、ギリギリのここ狙って、こうやって置く。ウリボーはね、いろいろとね、建築のね、デザインセンスはあるんだけど、こういう階段とかの配置がめちゃめちゃね、苦手で、まあ、昔と比べるとかなりね、上手くなってきたんだけど。さあ、この作業がね、終わったら、もうね、お楽しみのね、お休みタイムが待ってますんで。頑張りましょう。あ、ごめん、ウリボー、俺階段なくなっちゃった。あとよろしく。あ、失敗した。ウリボー、それ失敗してる。あ、大事な階段、大事な階段落とした。ウリボー先生、あとあっちです、あっちの角が残ってます。あーいいっすね。はい、オッケー、じゃあ寝ましょうということで、うわすげえベッド増えてんじゃん。ウリボー置いたな、これ。行くか、ウリボー、ジャンピングしてからおやすみなーす。え、嘘、ウリボーダメージ食らった、今食らった。嘘、この高さで食らうの。じゃあ俺も行こう。行きます、ジャンピングしてからおやすみなーす。あ、スライムじゃないからね。そうだよね、おとなしくスライムやれって話なんだよな。おやすみなさい。うん、心の足か、確かにダメージはね少ないね、さっきよりはね。はい、いい感じにね、できてきたところで、このままだとねちょっと危ないんで、柵をねつけていきたいと思います。先ほど取ってきたこちらの頭皮の木の柵、これをねつけていくよ。よいしょ、おどきはは。すごすごとどっか行っちゃった。で、ここまでできたら、さっきとね、同じ感じで、こう、適当なブロックを置いて、骨ブロックを置きます。例によって例のごとく、真ん中だけ開けときましょう。じゃあ、あとは色ガラスをやりましょう。OK、いい感じに。もう完成間近でございます。で、ここまでできたら、今度は骨ブロックで、ここら辺一回ね、一周ぐるっと置きましょう。向きはこのまま。今度はレッドストーン部分をやってきます。灯台といったらライトがこうぐる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 ね回ると思うんだけど、あれをね再現しようと思います。よし、じゃあね、このね装置はね僕がやりますんで、ウリボーはそこで見ててください。まずこの角に、ま、白のステンドグラスを置きます。え、ウリボー、君に緊急任務ができたよ。下にあるあの土、あの取り除いてきてください。もうあれはね、おすごい、なんてすごいアクロバティックな業者さんだ。あの人どうやって帰ってくるつもりだろう。まあいいや、ちょっとこっちは進めましょうか。角っちょにガラスを置いたら、レッドストーンランプ、これをですねこんな感じで置いてきます。でここがねミソなんですけど、まずねこの普通のねレール、これをですねこのガラスの上に置いて、で加速レールを置きます。でその次にこの感知レールを2つ置いて、で次はレール、これね同じ感じでぐるぐる回してきます。おー、おかえり、いつの間に帰ってきたんだ。おー、任務完了ということで、あ、本当だ、土なくなってる。で加速レール、感知レール、加速と、こんな感じでねどんどんと置いてって、こんなね感じにしましょう。ここのね角にね、まあ、ブロックをこう置いといて、ここにレッドストーン松明を置きます。こんな感じ。最後にこのトロッコ、これをですね置くと、よいしょ、はい、どうでしょうか。このこんな感じ、ぐる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 回ってる、この感じ。ウリボーも回ってるけど目回るよそれ、酔うよ、大丈夫。はい、こうすることによって
こうねライトがねぐる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 回って光ってるような感じのね演出できます。乗ってる、何してんですかあなた、目回るよ本当に。ウリボー三半規管弱いんだからあもう酔ってるよあれ。ただこのままだとね見た目これ装置見えてるとダサいんで、これをね隠すように階段をね置いてきます。やり方としてはここのねレールに向かって階段を置く、こんな感じ。ちょっとね難しいかもしんないけど、レールに向かってですねこう置きます。このままねぐる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 巻いてどんどん上にね置いてきます。ギリギリで階段がなくなるというなんという準備不足。くっ、ちょっと一回降りましょう。ああやばい、この状態ピンチです。下に今あいつがいます、ゾンビがいます。見える、ウリボーいるわ。あクリーパーまで入ってる、やばいやばいやばい。この虹の灯台やばいです、敵に囲まれてるよ。そりゃそうだ、暗いもんなだいぶな。降りましょうね、一旦落ち着いて降ります。まだ完成して間もないというか、もうあーちょ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 落ちた落ちた、よしよしよし、あーやちょちょ、あーやばいやばいやばい、あぶねー、怖え怖えよ。あースケイル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 、ちょ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 、待て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 、急に戦闘モードだ。もう今日はまったりする予定だったのに、あぶねー、死ぬ死ぬ、あぶねえあぶねえ、寝よう寝よう寝よう、とりあえず寝よう。いやーゾンビの声聞こえる、やばいやばい、いやーマジか、そりゃそうだよね。もうね明かりのこと何も考えてなかった。いやーいるよ見て、乗っ取られてます。これめっちゃいいんじゃん、どうしようこれ。ゾンビ2体クリーパー3体、なんだお前ら、ゾンビも3体いんな。よし行くよ、3、2、1、よいしょ。あ待てよ、こっから殴りゃよくね。あー怖い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 、えい、あーやばい余裕、俺のホーリーソードが火を吹いたぜ。お前なって、お前なって、ほら、あい、ああ、嘘、俺のホーリーソード弱かった？大惨事？やっちゃったよ。いやーマジね、あのねこのねホーリーソードね、聖なる力じゃなくて鋭さの方が、ね、いいんじゃないですかって言われたことあるんですけど、コメント欄でね、うん、そうかもしんないとりあえず修復します。なんかいろいろあったけどとりあえずなんとかなったね。最後はね、まあ、クォーツのブロックとか置いて、はい OK です。これでね灯台の上の部分ね完成でございます。最後のねここの部分に飛来神をよいしょ置きましょう。現在ですねこんな感じでねウリボーが、まあ、飾り付け等々やってくれたりとかいい感じにねなってきました。じゃあちょっと全体像ね見てみましょうか。せっかくだからあんまり行ってないね、あの家のね屋上から見ようか。完成した虹の灯台こんな感じになりました、どうぞ。はいどうでしょうか、かなり素敵ななんかね灯台になってるんじゃないでしょうか。いい感じだよね、結構すごいなんか上のキラキラ感がいい感じ。はいどうでしょうか、ウリボー君どうです、とても良いということで、高評価いただきました。綺麗だよね、うん。はいということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。無事虹のね灯台が完成しまして、このね龍倉島の象徴たるものができたということで、今後もねこの島の発展頑張ってねやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。また Twitter、Instagram やってますのでフォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした、グッバイ。